ができるなと思いまして、おはようございます、5分くらいやりますおはよう。2分、いや4分前に起きました。チャリース、皆さんおはようございます。ごめんね、マスクでちょっと超絶寝起き顔をさらすわけにはいかない。じゃあおはようございます。皆さん今日は神の5分 It's your time。 カチュアさんおはようございます、ありがとう。ねえ、ドンピシャよかった、おはようございます。どうしようかな、なんかね、早起きしたんです。早起きっていう、別に早起きでもないか、なんかいつも予定より早く目が覚めて、あショールームって思って始めました。同じマスクいいよね、これなんだっけ、これ何のマスクだっけ、超なんとかおはようございます。なんかどうしよう、あみんなの朝のおすすめの過ごし方聞いちゃおうかな。皆さんの朝のおすすめの過ごし方何ですかりんごさんおはよう、ありがとうございます。あ超快適です、その通りね、あ早起きしてよかったね、毎朝ちゃんと朝早く起きてる皆さん偉いですよ。みれちゃんとかひーちゃんとか朝よくショールームしてるよね。ひーちゃんって起きるのめっちゃ早くないですか、なんで、すごい。だってひーちゃんってもうね、高校とか卒業してるもんね。時計屋さんありがとう。なんで早く起きてるんですかひーちゃんは。あツイッター、偉い、私もやらんと。でも朝って一番頭冴えてるって言いますよね50代の本当に、なんであ、ショールームの通知でひーちゃんかと思った。いやそうですね、私が朝にやるわけない、いねがたってなりますよね。そして私今ツイッターとのね共有、ツイッターに共有できないんですよね。あそっか、ひーちゃんももしかして寝ずにショールーム、いやいやいや、ひーちゃん寝るの好きだもんね。ラムコさん、時計さんありがとう、すごいひーちゃん。フードかぶろうかなんか本当に朝早く起きた人のショールームじゃん。これはどうですか、撮りましょうかちょっといい長田ってなったよね。ミッキーさんありがとうね、ちょっと皆さんぜひ共有ツイートなど、私今眉毛ないね、かい、あのね眉毛ね変ですよねようやくありがとう、だ永田子朝っぽい、皆さんがよし今日はちょっと頑張るぞってなるようなことをしたいんですよね。何がいいんだろう。てこちおはよう、今日テストお疲れ様、あこれからか、頑張って、ねえ大変ですね、テストマスクはちょっとお顔が寝起きなので恥ずかしいですね、ごめんなさいねえこの時間珍しい、あ遅刻しちゃダメですよ、すんさん、まさとじさん、長田子ありがとう、ねえもうメイク配信はちょっと今日はやらぬですちょ学生じゃないですよ、もう私この間ねさやちゃんとみれちゃんにガキって言われてね、もうずっと住んでてるからグラサポさんありがとう、おきあがりさん長田子、ちょっとそろそろ終わるべきかしら朝ごはん今から食べます、皆さん何食べたんですか。もうねびっくりですよね、いやまあわかる、私も実際そうなんですよ、実際そうだって20歳のねお二人から見たら私はまあまあガキなんでしょうよ、ガキなんでしょうよ、いや実際そうなんですよ
そう、だからいや、やべ、なんかそうなんですよ、実際そうなんですよ。あ、シュレの声聞いて元気出た、あー、よかったです。テスト芋食べます、いいですね。何食べようかな、さっき朝ごはん食べてなかった、よくないね、食べよう。バージさん、長田子、かっちゃん、長田子、おはようございます。私もこれから朝ちょっと早く起きたり余裕があるときはショールームしようかな。なんか朝から皆さんから話せるといいですね。寝癖はねちょっと後ろついてますね。あ、見て、私の寝癖だちょっとあれじゃないですか、あんまりなんかね、寝癖あんまつかない人、あ、つく、しっかりつきますね。昨日はね、こうでした。ひーちゃんの本のアプリ、あ、たくなる、お興味持ったの、私からもひーちゃんに勧めよう、寝癖どうやって寝てたんでしょうあ、にゃ、あ、あ、あれかな、宿毛矯正ちょっとかけてて、あ、2ヶ月前か、どうなんでしょう、ちょっと、あ、寝相がいいのかもいつも起きたら前髪立ってるのが可愛いねあ、前髪はもう寝癖つかないや、あ、さっきドライヤーブーンとしたからかも。いや、朝配信者になりたい、私もみるちゃん、ひーちゃんに続く。朝ってみんな何、あと3分くらいやろうかな、ご自由、もういや皆さん、いやいや、朝って何話してるの、みんな、さやちゃんの土産あるよ、すぐそこに、ちょっと待ってね、どうですか、メイクとかしてるのか、朝の支度ね、いや、めっちゃ急いだったきは、昨日めちゃめちゃちょっと遅刻、あの寝坊しかけたんですけど、昨日はね8分で入れたよおはよう、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 あ、先ほどおはよう、ハプンハプンおはよう、あやのさん、おはようございます、ジャパニーズ、おはよう、こういうヘッドホンのなんか、私なんか皆さんヘッドホンここにやってるから、対抗してここにやろうかな、いつも心に日本を、心じゃない、首だね、いつも首に日本を、京都ですね、舞妓さんを、ももよさん、おはようございます、長田子、さっきのおはようって声がね今出て、喉がねいい感じになりました今のでねえ、朝あと何話そう、もう時間がないね。つけさん、長田子、おはよう、ネックウォーマーにしようかなまだね、枕じゃないや、マフラーとマフラー言い間違えた、朝だからだ、マフラーをね去年どっかに置いたまま見つかってなくて、お腹が空いて、お腹が見つかってないんですよ。おきゃ寝るさ、長田子。よし、終わろう。終わるの、アクス生き生きてる人。あ、いいじゃない。ね、皆さん今日も、あ、今日長田しおり占いしよう。じゃんじゃかじゃん。じゃんじゃんじゃん。皆さんおめでとうございます。今日は長田しおり座のあなた、
おめでとうございます。今日のあなたは、今日のあなたは道端とお友達になるでしょう。そしてまあまあまあいいでしょう、道端とお話になるでしょう。お話じゃないもういいや。でんじゃかじゃんてんてんじゃかじゃんてん、おめでとうございます。今日のあなたは中田しおりさです。今日のあなたは冷蔵庫にプリンが帰ってきたら冷蔵庫にプリンが、プリンがあるでしょう。ラッキーアイテムは、ラッキーアイテムはプリンプリンを買ってください。買って冷蔵庫に置けばセルフラッキーですよ。はいホラー、本当よ、ホラーですね。冷蔵庫にプリンがあります。冷蔵庫とお友達になりますので、まあそうですね、一人暮らしの方は自分でプリンを買ってポン入れてください。ラッキーアイテムはあとプリンと、これを買ってください。これを買ってこれで出社してください。出社もしくは、通学してください。もしくはお家にいてください。よいしょ。ということで今日も良い一日を過ごしましょう。よいしょよし終わろう。あ、じゃあいいよ、もうね、そうしましょう。今日は朝なので今日とすまんといけんですね。あ、じゃあ最後に一つだけ、あのね、ちょっと本を紹介していいですか。あ、よいしょ。いつもすいません、最近ちょっと読書がね、読書ちょっとできるようになったんです。ちょっとね、本が読めるようになったので、最近寝る前に読んでるちょっといいなんかおすすめの本を紹介します。じゃん、カフカさん、ドイツの文学の方かな、カフカの絶望名人カフカの人生論という本が、この方のなんかカフカさんというなんですかね、小説家さんでいいのかの、すごいネガティブな方がいるんですよで、その方のなんかひたすらその方のネガティブな詩とか手紙の一節を紹介するってという本なんですけども、すごいの、この方もうめちゃめちゃネガティブなんですよそう、ちょっと今度この方の本もちゃんと読もうと思うんですけど、まあすごい、あの寝る前に読むとちょっとなんか共感したり、そう、虫になる方共感したり、あ、こんな方もいるんだ、よし自分も頑張ろうってなったりします寝る前にいいですか、落ち込んだ時にもいいと思います。おすすめ、私もちょっとまだ途中も半分しか読んでないけど、ぜひ返信読みたいということで、いや皆さん今日はどんな一日になりますかね。ランキング読みます、はい、100位の方から、はい、花火さんおはよう、あやなちゃんおはよう、ゆいなちゃんおはよう、0911さんおはよう、たくまさんおはよう、あ、これやったら時間がないか、おたまちゃん、ヨガくん、ヤマケンさん、ハンジュクさん、サトセイさん、ブタブタさん、チャンピオンさん、イレシさん、おはよう、キムさん、ちなみにさん、アイニマ、ユメマスさん、あ、ゆきだ、ワンダラさん、ドーチさん、オシメンスキピオウォレットさん、あ、オシバトヌスウォレットさん、マーベラさん、マヨネさん、トレーサーさん、ポポアルパンさん、おはよう、ナシマルさん、トリアスさん、深海さん、田中さん、トールさん、
ケチュさん、ハマユさん、ハシさん、コライトさん、キルアさん、バニーさん、中澤さん、FJ さん、しおりちゃん、父お母さん、のりさまさん、しろまるさん、あいかちゃん、かずむさん、にゃむさん、みかさん、しょまさん、はるきさん、まならさん、さだきちさん、TSOA さん、しょうさん、まこさん、れんちゃん、みーちゃん、ラピオさん、ピースさん、あむこさん、れんれんさん、あげぱーさん、しなさん、はっくん、ゆうみさん、レグレスさん、なぞのちょうさん、まさとらさん、ななほちゃん、りおちゃん、りーさん、りょうやくん、あんじさん、トリバードさん、アーロンブーさん、にしたんさん、にのまるさん、まーさん、チキンナンマンさん、さとしさん、バージさん、てるさん、ビビアンおじさん、田中せいたさん、まいちーさん、たかりんさん、さくらさん、りのーぞーさん、おきゃねるさん、つきさん、みーさん、じゅうさん、かっちゃん、おはよう、12位、ももようさん、おはよう、11位、ジップさん、おはよう、10位、セシリアさん、おはようございます、9位、まさとしさん、8位、リンゴさん、ありがとうございます。